さて、さっきピーク捕まえました。あと一人、この前だ。ご苦労。せーの、バイ。何？朝です。朝ボールで 100% 確保できるわけじゃないのです。もう一度ボール投げてください。え、そうなの？そうなんだ。せーの、バイ。なるほど。じゃあ大体耳かくちょっと。ありがとうございます。いや助かりましたよ。ですからポケモンを君に捕まえてもらったら3匹のポケモンは調査のために村に運ばなければいけないのです。誰の言い方のリバイスプレープ。はい。さっきも言ったように、獣の落下を分かっていたようなようでね。村を飛び出してしまうし。それにしても、ミラミ君は君のボールさばきには驚きです。ここに来たばかりなのになぜそんなにうまくポケモンを捕まえられるのですか？君の出現には何かしらの意味があるように思えるのです。で、なんかさ、上から降ってきたじゃん、こいつ。すべてのポケモンと出会い。へぇ、アルセウスフォン。不思議な白物ですね。まるで君を導くかのようですね。いつなのですか？いいですか？僕の夢はこの地方に初めてのポケモン図鑑を完成させることです。わかりますか？ポケモン図鑑。あるポケモンを記録していくとても精神的な素晴らしい研究です。ただポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。ですが、ポケテモンモンスターボールは開発されたばかりでうまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。そこに登場したのが君、ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。すべてのポケモンで出会う君とあらゆるポケモンを捕まえてほしい僕。いや、そうお互い協力しているのです。どうでしょう、助け合うというのは？わかりました。正体不明のケミですが、ポケモン図鑑完成という目的のため、僕の夢を歓迎します。この差何なの？とりあえず、ポケモンたちを村に連れて帰りましょう。それでは安全いたします。僕たちのことぶき村に。剣持ってるやついそう。絶対いるでしょ、剣持ってるやつ。そうそう、これ、さっき言ってたの。なんなのこれ。オールスターダストみたいな。オールスターダスト計画してるでしょ。ことぶき村か、ここ。ボンバンさん、いつもお疲れ様です。服違いすぎだろ。こちらは僕とポケモンの恩人です。ので村に招き入れますよ。おお。結構いいじゃん。桜姫みたい。こちらです。僕について来てください。ことぶき村は銀河読めなかったし。では歩いているのは妙通りです。めっちゃ長い喋ってる人じゃない。村が大学生2年ばかり読ませろどうやったら読ませてくれんのかな。ポケモンの調査読ませてくれ。聞こえますよ。ジジイなんやね、あのジジイ。ダッシュできない、これ。しゃがむこともできない。
うさぎぼっちまたスマブラやってる。前も、前でもお前やってたな。おっと、忘れていました。逃げたポケモンたちについて報告しないといけないのでした。君は食堂で待っていてください。待っていてくれますか？何語やねん、これ。橋を渡ってすぐ左の建物が食堂イモズルテイです。どこの国の言葉なの、これ。アルセスフォンが反応している。不思議な力で目的地が変わるなんじゃない。あ、なるほど、マップ見れるみたいな感じね。オッケー、読んでいかない。オッケー、ちょ B 出しと思っちゃう。よし、行こうか。なんだこいつ、ジジイかババかわかんない。誰だまだ。ウロンなやつのようのうびくしょエマツルテイはな、キーガッタンのための店。よそ者は帰った。だこいつあれじゃん、パッケージのやつじゃん。パッケージなんだお前、かぶいた格好をしているけど、そんな薄着だと、ポケモンに襲われたらイチコロだぞ。でも村にいるってことは、誰かが許可をもらったのか。もらったの？なあ、ラベン博士って知ってるか？遠方からやってきた博士だけど、ポケモンに逃げられたりして、天で誰より苦い、にな、らないんだぜ。電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ3匹を逃がさなかったのに。そうなのですよ、テル君、合わせる顔がないです。うわ、気持ち悪い、ジジイ、どれを見た。ですからもう大丈夫です、僕たちの力となるのです。この服にあるのかな？これパッケージの方、この服着てんだよ。え、もしかして、調査隊に入れるってことですか？また適当なことを、こんな変なやつ仲間にできませんよ。強化する。誰だお前？テル。うわっ！うわー、気持ち悪い。最も調査隊にふさわしい実力を持つならばだが、銀河団調査隊、隊長の虫は母子だ。ずっとこのパートを喋ってるだけなんだけど。ラベン博士から話は聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに、能力を、移植場の提供を求めているのだ。見たところ15歳は僕と一緒であれば、一人前の大人として働くのは当然だが、素性も知れぬ人間をおいそれと雇うわけにはいかないな。明日試験を受けてもらう。試験だな。なるほど、フェアな提案ですね。どうです、隊長も一緒に食べながら聞きたいことがあるのでしては。遠慮する、料理と試験に向き合うために、邪魔されず一人で味わいたい。はい、これからはストイックなお方です。では僕たちは食べながらは詳しい話をするとしましょう。ムベさん、いつも今持ち今日は3ミリ前プログレスです。これどこの国なのこれ。ムベさん、サンキューです、最高の今持ちですよ。これさ、ちょっとさ、喋れない、自分喋れない。ラフェ博士、こちらの流れ物、どこで拾ってきたのですか？
空に穴がありま、ある、あります、ありますよね。時空の危険目と呼んでいる。あそこから落ちてきたのです。これ声変更するのがめんどくさいな。本当ですか？本当に決まってたの、このクソガキがラメたの場合に言ってんじゃねえ、ガキ。僕は科学者です。観測した事実にどのようなルールがあるのかな？確認していくのが仕事です。僕には事実が全てです。僕たちがいる翡翠地方には数多くのポケモンがいますよね。いますね。草むら、森、海などあちこち。そして調査隊はポケモンがどんな生き物を調べるのが任務です。ポケモンは怖い生き物です。そうなの？どのような能力を秘めて、どのよう、どういった不思議なことが起きるか、さっぱり解説させされていないのですよ。そこでミラミ君なのです。キャッて呼んでほしいんだけど。ポケモンを3匹も捕まえました。いいですか？3匹もですよ。これほど捕獲の天才は銀河団にはいないのです。ようやくポケモンの調査ができるのです。3匹も？それはすごい。みんなの野菜のポケモンに襲われないから。1匹捕まえるのがやっとなのに。まあ浜に逃げたポケモンは襲ってはきませんでしたが、ポケモンを恐れていないからこそ近づくよくボールを投げられるのです。調査隊の連中よ、大変しな人間を連れてきて、何気に食ってる場合か。大丈夫だって。中はもう一応10人前もポケモン図鑑の完成がおとといは、いや、シマプラス隊長のやけ食いの日々も終わります。さあミラミクロ、どうぞ。空から落ちてきた君も銀河団に入れば食事も寝ることも安心ですよ。銀河団ってない。何してんの？あ、食べてたのか。いや、おかしいだろ。おかしいだろ。何なんだこれは。話しながらちょっともう喉限界来てきたんだけど。いや、デリジャスですね。のんきだな。いいんですか？ミラミは試験に受からないと。調査隊になりませんよ。ミラミ君の実力でしたら大丈夫。合格間違いなしです。だといいな。ミラミとやら今夜はあちらの宿舎へ提供する。お、結構いいところじゃん。だが試験に受かれば明日からは村の外で生活。さあ悪レターで死にだな。シナプス隊長とヒーズの地方、厳しいって意味で似ているよね。似てるよな。じゃあ違う人たち喋ってた。僕たちを守るためにも強く振る舞っているのです。空から落ちてきた人、布団からは落ちないですよね。ではグッドナイトです。ちょっと面白かった。ちゃんと寝ろよ。何なのこれ。それにしても空から落ちてきたって、お前何者だ？俺何者なんだ？あ、違う、びっくりした。びっくりした。よし、もう今日はレパート1これで終わり。めっちゃ長かった。OK、もうさよなら、バイバイ。はい、ちなみにあれだからね。チャンネル登録もしといてね。はい、で、あと次やるかどうかわかんないけど、まあやると思う。OK、じゃあね、もう覗いたい、さよなら。